そしたらあれれれれれ、なんでじゃあ2週間で済む旅、2週間で不自由な生活を終わらせることができるのに、なんで40年もかかっちゃったかなっていうところですよね。で、その理由が今日のカデシュ・バルネア事件。ここはどうしてもですね、この2週間が40年になってしまったっていうこの違いを知るために、このカデシュ・バルネア事件を見なければならないと思って開きました。で、ここで、何があったかということが今日司会者に読んでいただいたんですけども、ちょっとあらすじをざっと見てみます。カデシュ・バルネアに到着した時、もう目の前に約束の地がある。その時にイスラエルの人たちは、みんなでいきなり入っていかないで偵察隊を作って、その偵察隊を送りましょうということになったんです。で、この時イスラエルの民族が一体どれぐらい、みんなで何人ぐらいだったって皆さんイメージついていますか？この聖書の中に2回そのエジプトから出た時、そして約束の地に入る時、2回人口登録をしてるんですね。数えてるんです。で、その数えるのは、子供からお年寄りまでっていう数え方ではなくて、戦うことができる男性、その人数だけを数えたんですね。で、戦うことができる、男性を数えただけで、なんと60万人ですよ。で、60万人ということは、戦うことができない子供やお年寄り、また女性たちを入れたら軽く倍以上はあるはずですね。なので200万人ほどのイスラエル民族は200万人ほどだっただろうと言われています。皆さん200万人ってどれぐらいだかイメージつきますか？私数字に弱いので200万人ってどれぐらいだかちょっと分かんないなと思って、横浜市の人口を調べてみたんです。平成23年の新しい登録です。で、横浜市全部の市町村区を全部入れて、369万人、横浜市が369万人だと、横浜市はちょっと200万人より多いので、じゃあ200万人っていうのはどれぐらいの都市かなと思って調べてみたら、広島市、仙台市ぐらいだそうです。広島市、仙台市、200万人、結構私はですね、これを調べて結構多いな、その小さなね、市町、そういった町全部入れて、区も全部入れて、その仙台市、私仙台市に住んでたので、200万人って結構多いなって思いました。で、この200万人いきなり全員でその約束の地カナンに入らないで、偵察隊12部族あるうちの1つずつこう1人ずつその代表を選んで出して、その12部族から1人ずつですから12人、その12人が40日間にわたってその約束の地をあちこちと見て回って、そして帰ってきました。で、帰ってきたその12人の報告は大きく分けると2つです。1つは大変素晴らしい土地だった、もう約束されている通りに乳と蜜が流れるような土地、本当にミルクが流れてたりですね、蜜が流れてたりっていうことではないでしょうけども、そういうふうに言われるほど土地が豊かで麗しくて素晴らしい土地だった。これが一つ報告、いい土地だったよ、私たちが目指そうとしてるのは素晴らしいところだったよっていうところですね。で、もう一つは素晴らしい土地だったんだけども、すでに人が住んでいて、その住人たちは背丈が高くて、そして城壁がしっかりしていて、その国は強そうだった。
戦車まであったという報告だったんですね。で、この報告を聞いた全イスラエルは素晴らしい土地だというところは喜んだんですけども、その2番目の方の内容ですね、強い人たち、強い国だったということを聞いて、これは行くのは無理だろうと言い出したんですね。そしてみんなでこういうふうに言ったんですね。行ったら殺されてしまうに違いない、行ったら殺されちゃう、そして自分の奥さんや子供たちが奪われてしまうに違いない、そういうふうにつぶやいた。このつぶやきが問題だったんですね。あ、つぶやきが問題って言いましたけど、聖書の中につぶやきというのが時々問題に出てくるんですね。不信仰だ。で、じゃあつぶやかないで大きな声で言ったらいいじゃないかって、それは違いますね。この聖書の中でつぶやきというのは、あの声の大きさのことではなくて、文句を言ったっていうことをつぶやきと言います。なのでここでイスラエルの人たちは、行ったら殺されるって、無理だ無理だ、行けない、絶対無理だっていうふうに文句を言った、神様に文句を言ったということなんですね。で、そこでその12人の偵察に行った人のうちの2人、ヨシュアとカレブだけがぜひとも行こう、神様が下さった良い地なんだから行こう、神様が下さるという約束があるんだから行こう、主に背いては、神様に背いてはいけない、だからぜひとも行こうというふうに言い続けたんですね。そしたらつぶやいていた、文句を言っていた全イスラエルはどうしたか、そうだねって言ったんではなくて、逆らい続けて、じゃあこの2人、ヨシュアとカレブも殺してしまおう、絶対無理だって、行きたくないって、そういうふうに言ったんですね。その時に神様の裁きがありました。神様の裁きはどういう裁きだったか、それはですね、あなたたち自分たちが言った通りになれという裁きだったんですね。つまりどういうことかというと、自分たちは殺される、殺される、殺される、殺されるって言うんだったら、じゃああなたたちは死になさい、自分たちは殺されると言った20歳以上の大人はみんなこの荒野で死ぬ、約束の地には入れない、自分が言った言葉の通りということですね。そして逆に奪われてしまうと心配していた子供、その子供が約束の地に入れるということなんですね。そして40日間の偵察期間にちなんで、40年間荒野で放浪生活をしなければならない、これが神様からの答えでした。まあ、神様の裁きと言いましたけれども、一方では裁き、逆らった人たちに対して、でも一方では神様の憐れみですね。神様はイスラエル民族を投げ出さずに約束の地に導いてください、導いてください。でも40年間というロスタイムを招いてしまったわけですが、でこの結果を読んで、聖書を読んでる私たちから見たら、このイスラエルの人たちの決断は、もうおバカだなっていうところですね。なんてバカな決断をしたんだろうか。2週間で済むはずだった不自由な荒野の生活が40年間に延ばしてしまうなんて、
そして幸せに約束の地で暮らせるはずだったのに、自分たちが殺される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 って自己暗示ですか、マズルで。これはこの自分たちが言ってるから本当に荒野で死ぬことになってしまう。元はといえば、約束の地カナンに行くためにエジプトから脱出させてもらったんじゃなかったんですか。約束の地に連れて行ってもらえるっていうことでモーセに従ってエジプトから出てきたんじゃなかったんですか。もっとさらに遡れば、アブラハム、イサク、ヤコブに約束されていた譲りの地に入れる、やっと約束が果たされる、そういう土壇場になって、いざっていう時になって、いやいやいや無理だ無理だって退くのは何のためここまで来たんだか、はあ、残念だということですね。ちょっと話を別の話するんですが、新約聖書でも、こういう話が書いてあります。マルコの福音書の4章の35節から40節に、マルコの福音書の4章の35節から、イエス様が弟子たちに、さあ向こう岸に渡ろうと言ってガリラヤ湖を渡る時のことが書いてあるんですね。神様が、イエス様が弟子たちに、さあ船に乗って向こう岸に渡ろうって言ったんです。それで弟子たちは、そうですねと言って船にみんなで乗り込んで、そして向こう岸に向かって進んでいきました。ガリラヤ湖を渡っていきました。ところが途中で大嵐になったんですね。ひどい嵐になって、もうその乗っていた船がものすごい揺れて、揺れてどころじゃない、きっともう波風もですね、こう吹きすさむ中で、これは転覆して死んでしまうかもしれないというふうな危機にあったんですね。で弟子たちがもうこれは自分は死んでしまうかもしれないと思って、イエス様の振り返って見てみたら、イエス様は日頃のお疲れもあったんでしょう、ぐっすり眠っていたというんですね。この揺れてた船の中でぐっすり眠っていたっていうのもすごいんですけれども、でそれで弟子たちはイエス様のところに、イエス様をこう揺さぶってですね、何と言ったか、イエス様、私たちが死んでも何とも大思いにならないんですかと文句を言ったっていうんですね。でそれでイエス様がそれを聞いて起き上がって、嵐に向かって黙れ沈まれと嵐を沈めてくださった。嵐に向かって黙れ沈まれって言ったんですよ。で弟子たちの方に今度は向き直って何と言ったか、弟子たちに向かって言った言葉は、どうしてそんなに怖がるのですか、信仰がないのはどうしたことですかと聞いたんですね。どうしてそんなに怖がるのか、信仰はどこ行っちゃったんですか。このイエス様が言ってる信仰というのはどういう信仰かというと、初めにイエス様がさあ向こう岸に行こうと言った言葉に対する信仰です。イエス様が向こう岸に行こうって言ったからには行けるんです。イエス様が言った言葉ですから、イエス様が行こうという約束をくださったんだから行ける、その信仰を持っているかどうか。